ブアカオポー。プラムックは、大の男性キックボクサー。本名は、ソムバットバンチャー名。スリンケン出身。ポー。プラムック事務所属。現、クーンルンファイトムエタイ大世界ミドル級王者。K1 ワールドマックス2004.2006王者。S カップ2010王者。リングネームのブアカオとは、白蓮の意。ブアカオバンチャー名とも、相手の弱点を、 徹底的に作るおかいさと引き出しの多さも彼の長所である。ムエタイとサンダの対抗戦において、ムエタイの大物選手が投げのポイントを大きく取るサンダルールに苦しみ、サンダ選手に判定負けしていく中、ブアカーは膝蹴りで腰、勝利を挙げた。優れた蹴り技を持つものの、一発一発は軽いとされている。これはムエタイ独特の全力で蹴らず、 蹴りを出すこと自体で相手をコントロールすると同時に、ポイントを稼ぐ力を抜いた蹴りを使うからだと言われる。これは膨大な試合数と練習をこなし、試合慣れしているムエタイ選手独特の高等技術と言える。K1 ワールドマックスにおいて圧倒的な強さで二度チャンピオンになったことに加え、容姿短麗であるため女性人気も高かった。2002年12月14日、 ルンピニー・スタジアムで行われた、トヨタ・タイランド・ムエ・マラソン140ポンドトーナメントに参加。1回戦で、イ0 0 0円もらウェ得ナイスピードを判定で、2回戦で、クンスック・ペット・スパーパンを判定で、決勝戦で、小林里氏を判定で破り優勝し、賞金30万バーツを受け取った。なお、試合は、すべて1試合につき 3R であった。2004年7月7日、 K-1 ワールドマックス2004に初出場、ジョン・ウェインパー、小昼今まき高きを下し、決勝戦では前年優勝者マサトを延長判定で下し、初出場にして優勝を果たした。2005年4月1日に、大国ボクシングスポーツコミッションが主催する、マイサイカルチャルフェスティバル2005のアマチュア・ムエタイの試合に出場し、キエラン・ケットルと対戦。判定勝ちを収めた。 2005年9月9日、香港のクイーンエリザベススタジアムで行われたタイトルマッチで、チャンス・カボロスキーにゴ・アール判定勝ちし、S1 世界スーパーウェルター級王座ダッシュ。2006年2月18日、ストックホルムで、ジョム・ホート・キアタニサックニに,に RKO 勝ちし、WMC 世界ミドル級王座を獲得。2006年6月30日、 K1 ワールドマックス2006の準々決勝で佐藤義美洋に RKO で破ると続く準決勝でドラゴを判定で下し決勝戦では前年の決勝で破れたアンディ・サワーを子で破り K1 ワールドマックス史上初のツータイムスチャンピオンとなった2006年9月4日 K1 ワールドマックス2006世界王者対抗戦で シュートボクシング出身のシシドダイキと対戦。開始15秒で小勝ちを収めた。2006年11月24日、K1 スキャンディネイビア、ランブルオブザ・キングスでオーレロー戦にに r k o 勝ち。2007年2月5日、K1 ワールドマックス2007日本、代表決定トーナメントで、次ぐと、シノブアマラと対戦。ラスト15秒間。 アマラの猛攻をノーガードでかわす余裕を見せて判定勝ち。2007年4月4日、K1 ワールドマックス2007世界最終選抜でアンディオロゴンと対戦。1分経っていられたら勝ちと言っていたアンディをこできず、判定勝ち。2007年6月28日、K1 ワールドマックス2007開幕戦でニキーザナチュラルホルツケンと対戦。 今大会のダークホースとまで言われたホルツンを全く寄せ付けず判定勝ち。2007年10月3日、K1 ワールドマックス2007決勝戦でマサトと対戦。1R に右ストレートでダウンを奪われ判定負け。3度目の王者への夢はついえた。2008年2月2日、K1 ワールドマックス2008のスーパーファイトで佐藤義美洋と対戦。 延長 R までもつれ込むも、パンチで構成に出たブアカオが有効だ。ダメージともに上回り判定勝ち。2008年2月24日、K1 アジアマックス2008インソル、アジアトーナメントのスーパーファイトで、キム・ジュンと対戦。1R に2度のダウンを奪い、2R に入ってからも、キムの反撃を相手にせず猛攻。スウェーからのカウンター右ストレートで4度目のダウンをさせ、小勝ち。 2008年4月9日、K1 ワールドマックス2008ファイナル16のトーナメント1回戦でアルバート・クラウスと再戦し、延長判定勝ち。2008年4月26日、イッツショータイムでファディル・シャバリと対戦し、判定勝ち。2008年7月7日、K1 ワールドマックス2008ファイナル8のトーナメント準々決勝で佐藤義美洋と対戦し、 3R 右ストレートで小負け。2008年10月1日、K1 ワールドマックス2008ファイナルのトーナメントリザーブファイトで、ブラックマンバーと対戦し、1R 右フックで小勝ち。2009年4月21日、K1 ワールドマックス2009ファイナル16のトーナメント1回戦で、アンドレジダと対戦。1 r に左フックでダウンを奪われるも、2R 以降盛り返し、 延長 R 判定勝ちを収めた。2009年7月13日、K1 ワールドマックス2009ファイナル8の準々決勝で、ニキー・ザ・ナチュラル・ホルツケンと再戦し、判定勝ち。10月26日、K1 ワールドマックス2009ファイナルの準決勝で、アンディ・サワーと対戦し、延長 R1 から2の判定負けを喫した。2010年11月23日、 シュートボクシングのワールドトーナメント、シュートボクシングワールドトーナメント S カップ2012、初参戦。1回戦で、シシド大キと再戦し、3R に右ハイキックでダウンを奪うなどして判定勝ち。続く、準決勝では、ヘンリー・バンをプスタルに何もさせず完封し、判定勝ち。決勝では、前回覇者で、S カップを三度制している、アンディ・サワーを準決勝で、 大番狂わせの判定で下した、トビー,イーマダから、ローキックで、計5度のダウンを奪い TK を勝利。シュートボクシング初参戦にして、S カップ初出場初優勝を果たした。2010年12月30日、戦局ソウルオブファイトで、中島幸貴と戦局、キックボクシングルールで対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2011年8月7日、 タイファイト、エクストリームジャパンで、WBKF 世界、スーパーウェルター級王者、牧野智明と対戦し、1R から攻め続け 2R に肘によるカットと連打で、TKO 価値を収めた。2013年6月、タイのラッタナバンディット大学経営学部に入学した。2014年2月、同大学のサッカークラブで、リージョナルリーグディビジョン2に所属するアバック FC に加入した。 母親を亡くしており、一家の大黒柱として、ファイトマネーは、家族の生活費や妹の学費に充てていると、テレビの紹介映像では放送されているが、ブアカーオの父親は、商人で、比較的裕福な、恵まれた、経済状況の過程であったため、ブアカーオは、経済的な必要に迫られて、エタイ選手になったわけではなく、純粋に技術と強さを追求して、 ムエタイ選手の道を選んだタイプである。好みの女性は、深田京子と発言。K1 に参戦している外国人選手らの中でも随一の女性人気を持ち、彼のファンを公言する女性有名人も多い。2015年にバンコクのスワンデュシット大学が行った有名人気世論調査で男性スポーツ選手部門の3位に入るほどの人気をタイでも誇る。 2010年12月にタイで公開された映画山田侍オブはヨタイアに古代ムエタイ戦士役で出演。2017年10月にはタイのチャ着利王朝第9代国王ラーマー9世への追悼として一時出血修道院で生活している写真がレディットやフェイスブックといったソーシャルサイトに掲載され他の僧侶との体格差などからすごく強そうな僧侶として 話題となった。ありがとうございます。